ベジータさん、あんな奴に操られないで。ベジータ、俺はやはりバビディの術に。そんなベジータさん。うるさいぞお前ら。俺をダメだと思っている。俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ。貴様の家来になんかなってたまるか。何？自分の意志でバビディの術を。俺はカカロットと戦いたいだけだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらう。だが俺も貴様以上の特訓をした。天才である貴様との差を埋めたのだ。こんなくだらん戦いはさっさと終わらせて、俺の実力だけで貴様を倒す。それだけが俺の目的だ。さすがだベジータ。それほどまでオラと決着をつけたかったとは。ならさっさとやっつけちまわねえとな。はあ、なんだよそれ。この僕の家来になる気はないって。許せない。もういい、行けダイブラ。はっ。俺を家来にしようなど、プライドを傷つけた落とし前をつけてやる。うわあ。よくもこの俺をコケにしやがったな。じわじわ痛めつけてパワーを吸収させてからやっつけるんだよダイブラ。はい、わかりました。くそ、さとくたまれ。もらった。やれろ。こっちだ。くそ。様もこれまでだ。こっちだ。長引かせるどころか、こちらがやられかねえ。余計なことを考えている暇はないんじゃないのか。さっさと本気を出したらどうだ。様もこれまでだ。こっちだ。さとくたまれ。そこだ。死ね。様を利用しようとする奴はぶっ殺す。ただそれだけだ。
全然パワーがたまらない上にダーブラまでやられるなんて、これじゃあ魔人ブーを復活できない。ここは一旦逃げるしか。おい、俺をコケにして逃げられると思っているのか。一瞬でぶっ殺してやる。ひつこいな。あっち行け。はあ、まだ引っかかったの。ビッグマンアタック。貴様もこれまでだ。殺した、ファイナルスラッシュ。俺は貴様を許さん。死ね。助けて。魔人ブーの弾を破壊できました。石にされた人たちも元に戻ったみたいですし、これでもう安心ですね。ありがとうございました、皆さん。そしてベジータさん、これでこの宇宙の平和が守られました。宇宙の平和などどうでもいい。俺はただ邪魔を排除しただけだ。何せ時間がないものだからな。あ、そうだ、早く会場に戻んねえと大会が終わっちまう。大会が終わっていようがいまいが関係ない。俺と戦ってもらうぞ、カカロット。随分と待たせちまったな。ああ、今日は全力で行かせてもらうぞ、カカロット。待ってくれ、ベジータ。俺らたちが本気出したら大変なことになっちまったろ。何？こんなとこでカメハメが撃ったりスーパーサイヤ人で戦ったら街がぶっ壊れちまうぞ。やっちゃえ、パパ。頑張んなさい、ベジータ。わかった。純粋に力だけの勝負ということだな。あ、俺はずっと貴様を倒すことを目標にしてきた。行くぞ、カカロット。最強のサイヤ人はこの俺だ。貴様という目標を失った後でも俺は決してトレーニングをやめなかった。いつか再びカカロットと戦う日が来ると俺が勝つ日が来ると信じていたから。まだまだ、こっちだ、こっちだ、
程度じゃないだろう。すげえ強くなってんな、おめえ。こんなワクワクする畑は久しぶりだ。これでとどめだ、カカロット。カカロット！ベジータ！選手に勝利しました。メタメタ強えなベジータ、オラの負けだ。天下一武道会エキシビションマッチはベジータ選手の勝利です。素晴らしい戦いを見せてくれた2人に拍手を。まだそんな力を隠していたのか。純粋な戦いの技、おめえの方が今上だ。ほらそうだ、ベジータもさっさとあの世に来いよ。強い奴らがゴロゴロいて修行もし放題だぞ。物騒なことを言うな、俺はまだ死ぬつもりはない。まったく調子が狂うぜ。修行の手を抜くなよカカロット、また俺に負けたくなければな。ははは、勝っても負けても相変わらずだなおめえは。じゃあなベジータ、次はあの世で戦おうぜ。次も俺が勝つ。俺がナンバーワンだ。